新食品カップヌードルライトプラス、トマトそうめん、ノンフライ麺で粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は細い角断面でややぐにゃっとした噛み応えです。多少ゴワゴワした舌触りであまり滑らかだとは言えません。麺の食感は途中でのかき混ぜ方や氷を入れる分量など作り方にも依存しそうです。スープはすっきりした印象の和風だしで醤油濃度は薄いです。旨味は必要十分以上です。トマトの酸味や香りはほどほどで節度があります。力感は全然ありませんが夏の暑い季節には合っています。具は大きくて歯ごたえがあり存在感があります。氷の量が少なかったのか生ぬるい状態でできてしまい中途半端な印象でした。多少の試行錯誤を行う必要がありそうです。